情念司チャンネルニュースの虎川ガオー、はい、始まりました。皆さん面白かったら高評価のボタン、そしてチャンネル登録ね、さらにコメント欄に感想など書いていただけると嬉しいです。あと内容気に入ったらね、ぜひね Thanks ボタンでご支援ください。よろしくお願いします。いやー、今日のシニアリーグことね TBS サンデーモーニングすごかったです。はい、3試合連続コールド勝ちでね、開幕10連勝ということで、もう侍ジャパンもびっくり、革命ジャパンとね、名付けましたけれども、いや、すごかったですね。特に今日はね、例のコニタン文書でね、えらい盛り上がりでね、もうあそこで一気にもう10点ぐらい取ったんじゃないですかね。あそこで8点か。あそこで8点取って、その後ね、日銀の黒田総裁退任をめぐってね、まあ、例の青木さんがね、句読点以外全部間違いという解説をしまして、これで3ポイントシュートということでね、もう一気にこう11点取って、もうコールドゲーム決めたと。まあ、最後、ヤブッティがダメ押しみたいなね、まあ、感じでしたけど、まあ、とにかくね、もう、なんて言うんでしょうね、全部のコメンテーターが、もう一体になってね、同じことを言うというね。あれ?これ、コニタン文書になんかこれね、出てた話ですね。もう全てのコメンテーターがね、全部同じ方向を向いて、同じ、こう、トーンで、やり始めると。これいかがなもんかなと。まあ、このね、番組の中でね、和服こと田中、優子さんがね、コメンテーター、このね、文章の中でね、聞き捨てならないのは、全部のコメンテーターが同じこと言ってるなんてこと書いてあります。そんなことありませんって、力説してたんですよ。ねえ、なんかそれぞれのコメンテーターがね、いろいろね、その、ま、経歴もね、それから、いろいろ専門分野も違ってね、それぞれが違う角度で言ってるんですから、同じなんてことありませんって言うんですけど、いや、今日のサンデーモーニングはね、全員同じ方向で、この、コニタン文章を論説していてね、解説していて、まあ、笑っちゃうなというふうに思うんですよね。まあ、例えばですよ、その中にもし私が入っていたら、いや、これ行政文書って言いますけど、ね、行政文書だから本当って話になっちゃうと、ね、上野動物園の地下でネッシー飼ってるって噂話をして、ね、二人で話して、それ共有してメモ残したら、上野動物園の地下にネッシーがいるってことになっちゃいますよ、という話をね、まあ、私だったら多分すると思うんですよ。でもそんなこと言う人誰もいないでしょ。行政文書に書いてあって、ここに書いてあることは本当だ、みたいな、まあ、そういう話で、まあ、進んでるんですけど、誰が書いたかわかんない文章でね、そんなことやられちゃうとさ、まあ、なんかちょっと、怖いですよね。要はね、こういうことです。簡単に言うと。あれはですね、その、まあ、磯崎さんからいろんな問い合わせがありました。ね。高井さんとか菅さんとかね、いろいろ言ってました。で、それを誰かがですね、ね。こんな風に感じたっていうのをこう文章にしたわけですよ。誰かと話したんでしょうね。二人以上で共有して、俺はこういう風に感じたんだけど、お前どう思う?みたいな感じでこう、それを文章にしたわけですよ。で、本人は、じゃあ、あなたはそう感じたかもしれないけど、本人がじゃあ、そのあなたが感じた通りの意図で言ってるかどうかってちゃんと確認したんですかっていうと、あの文章は一切確認してないわけですよね。でしょ?ってことはですよ、私が例えば、その、天ぷらそばが食いたいって、まあ、例えば言ったとするじゃないですか。で、それを、情念さんが天ぷらそばを食いたいと言ったと。ね。これは、要は、その、あえてそばって言ったってことは、もう米なんかどうでもいいと思ってると。ね。つまり、もう日本のもう米産業をめっちゃ軽視してて、ね。今のその食料管理政策自体をね、もうこれを廃止しようとしてるんだみたいな、こう、妄想まみれの文章を書いたとするじゃないですか。俺はただ天ぷらそばが食いたいって言っただけなんですよ。なのになんか俺が米の敵みたいな感じでこう、書かれちゃって、ね。もう米の自由化どころかもう各種補助金、情念さんは廃止しようとしているみたいな意図で書かれたやつを、俺に何の確認もなくね、天ぷらそばを食いたいと言ったから、奴は米が嫌いだみたいな風に書かれたら、これいい迷惑ですよね。でしょ?で、今回の文書も、ね、その、磯崎さんがどんな問い合わせしたか、ようわからんけれども、その問い合わせに対して、これは、この、検閲だみたいな感じで、まあ、感じちゃった人がいるわけですよね。まあ、前川喜平さんみたいな官僚さんもいるわけですから、ね、前川喜平さんとか、ね、古賀茂明さんみたいなタイプの官僚さんもいるわけでしょ?そうするとなんかこう、言われたことを、その、天ぷらそばを曲解して、こいつは米産業をね、日本のこう、ね、美しいこの文化であるこの、水田地帯を泣き物にしようとしていると。ね。ね。こいつはダークシュナイダーの手先がみたいな、なんかそんな風な曲解もする人もいるかもしれないので。で、それをメモに残してね。行政文書ですってやられて。で、こういう風に言ったに違いないみたいなことをやるのっていうのは、さすがにちょっとやりすぎなんじゃないかなと。まあ、少なくともその行政文書がね、ね。当てられてるかどうかですよ。このね、新聞用語で言うと。ね。当人に、こういう趣旨ですよねってことを確認して、いやいや、全然違います。俺はただ単に天ぷらそば食いたいって言っただけなんですよって言ったら、セーフじゃないですか。ね。だけど、そういう確認をしてないわけですよね。ね。ちゃんといいですよ。僕に確認して、ね。天ぷらそば食べたいって言ってましたけど、これは本当は、ね。日本のもう、米農家なんてこんなもんなくなってもいいって情念さん思ってるでしょって聞いて、私がそこで、ふっふっふ、よくわかったな。その天ぷらそばに込められた、本当のメッセージはそれだったんだって言えばさ、それは、本当になるけど、でも今回のやつはね、全然違うでしょ。ね。だからその、ね。前川喜平さんみたいな方とか、古賀茂明さんみたいなね、方とか、いろんな方が官僚にはいらっしゃいますから。ね。そういう方が、ご自身でお感じになったことを、まあ、ね、何人かで、
共有したんでしょうね、仲間とね。あれきっとこういうことだよ、と。めんどくせえな、と。これやばいぜ、あんなこと言ってっけど、みたいなことをみんなで噂話して共有したのを文書に書いて、ね。それをもう80何ページにわたって書いたわけですよ。しかも、誰が書いたかってわかんないように書いて、ね。それを行政文書っていうことで、ね。閉じ込んで、ね。で、確認もしてないんですよ。ね。確認はもう、全文書確認はしてないと。書いた人が分かったのは一人だけ。ね、半分ぐらい文章。まあ、一人だけっていうか、半分ぐらい文章で誰が書いたか分かったと。じゃあその書いた人をさ、勘問したらいいと思うんだよね。証人勘問で。こいつを勘問してさ、で、あんたこれ、確認したんですかと。それともあなたの感想ですかと。どっちですかと。それはあなたの感想ですよねみたいなね。これは弁論部のよくね、新入生がこれや。それはあなたの主観ですよねみたいなことをよくこう言い返されるんですけど、まあそれをちょっと確認した方がね、確固たる証拠があってこんなこと書いたんですかと。だったらその証拠を出してくださいと。いうようなことですよね。で、それでその人がまあ、録音したりとかしててね。で、そういうの持ってるんだったらまあ、それは証拠になるし、じゃあその録音聞いてまあ、こういうふうに思ってもしょうがねえな、みたいな話になればね、別ですけど、まあ、多分ちょっとね、これは厳しいんじゃねえかなと。だから文章書いてるやつ、証人かも。伊沢木さんなんか聞いたって意味わかんないじゃん。伊沢木さんはそのこと言ってないっていうふうに決まってるし、いや、そういうふうに曲解されたとしたら、極めて侵害だと。私はそんなこと言ってない。私はただ単に、天ぷらそばが食べたいって言っただけなんです、みたいなね、話だと思うんですよ。で、それをさ、その、曲解した側の方が今問題なんだから、曲解したやつをね、国会呼ばないで、伊豆崎さんを呼べとか言ってね、要はだから話をまたでかくしてさ、伊豆崎はこんなこと言ったーってまた騒ごうとしてるのが見え見えじゃないですか。で、そういうのがおかしいよっていう人が、ね、今今日の三文字のコメンテーター、誰一人入ってないわけでしょ？ね、今みたいな私が今言ったような意見を言う人が誰も入ってないわけでしょ？ね、これはダメでしょ？これは放送法の趣旨をご理解いただいてないっていうことになりませんか？ねえ、お言葉ですが、田中優子さんね。まあ、他のコメンテーターもみんなそうですよ。ね。この件でわー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 盛り上がってますけど、じゃ、ちょっと待ってと。ね。俺、行政文書って言ってるけど、行政文書だからって事実だとは限りませんよという一言がなぜないのかと。いうことですよね。だから、三文には全然この、今回のコニタン文書のですね、問題ね。気づいてないわけです。でね、何が問題かというと、こういうね、まあ、英語で言うとフレームアップですよ。まあ、日本語で言うとでっち上げね。ね、こういうでっち上げに近いことをやってしまうと、正しい報道をした時にですね、信じてもらえないと。ね、例えば陰謀でも頭も固まっちゃってる人に、ね、それは科学的根拠ないですよとかいろいろ言っても、でもこいつらはさ、と。ね、こいつらはコニタン文書でこんな変更報道やってたやつなんで、言うことが信じられないっていう風になってしまうんですよね。人間ってね、結構ね、その人が何を言ってるかよりも、ね、誰がそれを言ってるかを気にする人が多いんです。で、ああいうの信じちゃってる人っていうのは、この人が言ってるから正しいみたいなね、中身検証しないで、その人が信頼できるかみたいなね、こう話にこう、なっちゃってる人が多いんですよ。で、マスコミがそういうね、信用できないことやっちゃうと、まあ、それこそ、森かけ桜、そして今回のコニタン文書ね、ね、それからあとまあ、昨日も動画やりましたけど、敵基地攻撃能力でね、トマホークディスリー、ああいうもうアホみたいなことやって専門家から違うよみたいなことをやりすぎてると、ね、本当にこう正しいことを言った時に誰も相手にしてくれない。つまりこう狼少年ですよね。はい。マスコミが狼少年になってしまうと。だからまあワクチンの件もそうだしね、アメリカ大統領選挙陰謀論の件もそうだし、正しいこと言ってる時もあるんですよ。私一応マスコミがね、マスコミが間違ってるっていうよりは、マスコミが何を根拠にそういうところを言ってるのかっていうのを見てます。で、今回、コニタン文書を根拠に言ってんだけど、これ根拠として弱すぎるって話してるのに、根拠として弱いって話をする人が今マスコミ誰もいないんですよ。これやっちゃダメだよ。ね。ロシアのウクライナ侵略に関してはね、ちゃんとした国際政治学者とか、ね、軍事の専門家、高橋杉雄さんみたいな人とかね、出してやってるからいいんですけど、ね、他の問題についてもさ、ウクライナへの対応と同じようなことやらないと、マスコミ自体の信頼が失われてしまうと。で、これいざという時にですね、その陰謀論者とか使って影響力工作やってくるわけですよ、外国が。これに対抗できなくなりますよ。まあ、そもそもマスコミが影響力工作に思いっきり踊らされてる側面もありますからね。はい。この件実はですね、おとといかな。おととい沖縄に行ってね、明王大学の志田淳二郎先生とね、八重洲イブニングラボで、非常にコアな、このね、対談を実はしてきてね。まあ本当に影響力工作っていうのは、まあ特にロシアの方が恐ろしいんですけど、チャイナはね、まあちょっと置いておきましょう。ロシアはとにかくすごい恐ろしいです。チャイナはね、まあ、雑なんですけどね、勢い乗らすと大変なんですよ。まあまあいろいろそういうのがあります。まあこれちょっと詳しくは八重洲の方でやってるんで、置いておきますけど、まあそういうことで、何が今回最大の問題かというと、マスコミ自身が自分で自分の首を絞めているということが問題です。で、このことに対してですね、脊髄反射的にね、もうもうギャーっとね、もう検閲だーとかね、憲法違反だーとかってやるのはね、まあそういう人がいてもいいよ。いてもいいけど、いや、ちょっと待てよと。それが検閲だったらね、あなたね、と。ね。これ、政治家を陥れようとして、ね。
もうそれこそ天ぷらそばが食いたいって言って発言を曲解しまくって、こんなこと言ってたってメモ残せばさ、いくらでも問題にできるわけで、ね。まあ閣僚ですよ、政府のね。閣僚とかいくらでも問題にできるわけで、ね。そんなメモ一つで閣僚の首が飛ぶなんてことになったら、これ日本の政治めちゃくちゃになりますよ。ね。で、それをやろうとしてるのかって話なんですよ。自民党憎しってのはわかるけど、話こじらせてね、議会制民主主義自体を危機に陥れるような今回の行為っていうのは、非常にね、大きな問題、由々しき問題だなと。いうふうに思いました。まあ今日のね、サンモニのね、まあこのコニタンムーションめっちゃ盛り上がってね、発展入りましたけど、まあやりすぎですね。うん、だから結局同じことを言うコメンテーター並べてるじゃん。あれ誰に喋らせてもそうですよね。まああの、ヤブッティはわりかしね、常識的なこと言って、今日も正論ゴール1個あったんですけど、ヤブッティもやっぱ流されますよね。ヤブッティもだってあの、異次元緩和については完全に間違った意見言ってて、青木さんと同じこと言ってましたから。これはちょっとどうかな。ヤブティもうちょっと自分の頭で考えてほしいなと思いましたね。あの、違う意見もあるんだから、あえてそれをヤブティが言ったら、あ、すげえなと。ヤブティがバランス取ってるなと思ったんですよ。で、そういう意味では、ケントさんがね、三問にもし今でも出てたら、これ全然違ったんですよ。で、そこまで言って委員会がなんでいいかというと、ね、田島陽子さんが出てるわけですよね。はい。あれがいいわけですよ。ああいう子も、完全にあっち側の人も出して意見を言わせて、まあ、喧嘩してますけどね。あれがまあ正しい姿なんで、議論をしようよって話だと思うんですけど、議論がないじゃん、三問にって。ね、そこがやっぱ問題だし、議論をするような人は排除されますよね。ね、なんでニトゥーが排除されたんですかと。ニトゥーが要は、張本さんにケチつけたから排除され、張本さんも問題を起こしたから排除されて、こういうね、ことなかれ主義でね、ビヨン的なこう環境の中でみんなで同じことを言い合ってね、エコチェンバーの中で盛り上がるみたいな番組作ったら、これはダメでしょうと。これは放送法の趣旨に完全に違反してますよという話で、サンデーモーニングに関してはですね、毎週毎週放送法遵守を求める新視聴者の会でね、この放送内容を検証しまして、放送法違反の疑いのある箇所ね、何分から放送時間の何時から何時の間で放送法違反に、当たるような疑いのあるね、こういった報道がありますよということをレポートさせていただいてます。地道にこのボランティア活動を続けてますので、皆さんよかったらね、放送法遵守を求める新視聴者の会、応援してください。で、先週、まあ、それから今週にかけてね、またいろいろ問題発言、まあ、このね、コインタン文書に関わる問題ね、いろいろやってますので、これについてはね、まあ、名指しされてもしょうがねえ番組なんだなっていうのは私、正直思いますよ。で、こういう意見もちゃんと取り上げてくださいよ。いや、この番組名指しされてもしょうがないですからね、ぐらいのことを番組内で言えるようなね、それぐらいの多様性を持った番組を僕は作ってほしいなと。うん、真の意味でサンデーモーニングにね、多様性を持った番組になってほしいなと思うんで、あえて今日はね、苦言を呈させていただきたいなと思いました。ということで、この件もですね、新視聴者の会でレポートさせていただきますので、ぜひね、皆さん、新視聴者の会、入っていただいてね、レポートをお読みいただければなと。無料会員もありますので、ぜひ入ってください。よろしくお願いします。ということで、今日の内容面白いなと思った人はですね、ぜひ高評価のボタンとチャンネル登録をお願いします。最後にコメント欄に感想など書いていただきまして、内容気に入ったらね、Thanks ボタンでご支援ください。よろしくお願いします。ガオー